はいお疲れ様です。本道です。今回のお話なんですけど、えー、社民党常任幹事の、えー、伊是名夏子さんについてのお話になります。久々にですね、えー、伊是名さんのね、新しいコラムをちょっと紹介しようかなと思って、えー、動画を撮ってるんですけど、タイトルがですね、まあ、ここに書いてる通り、ちょっとちっちゃいかな、オリパラより保証ということで、オリンピック・パラリンピックなんかより、私のために保証くれよ。困ってんだよ、私とかって言ってるんですけど、全然困ってないんですよ。うん、困ってない ラグまで立てて、ここのえっ、ー、とコラム書いてくれてるんですけど、まあ、そこら辺をね。今回読んでいこうかなと思います。すごいよ。この人の他力本願ぶりびっくりなんでね。うん、あのあくまでその障害をお持ちの方は差別とか。そういう意味ではなくすごいよ。 な、うん何でもかんでもなんとかしてくれって言うんでね、まあ、そこら辺をねちょっとあの見ていこうかなと思いますということでね、えー、元道のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますでねまあ社民党といえばねいろんな話があるんでとりあえずね余談から入ると思うんですけどこれ本題ですけど、えー、余談ですね、えー、福島みずほ投手、えー、ですねあのー、社民党の党首にであって で唯一の議員であるんですが国会議員ですねこの方がですね被団協に行き哀悼の思いを捧げました哀悼の思い哀悼の意っていうんですけどね本来だったらえー、まあこんな感じで、えー、原爆の、ね、追悼に行ったという話なんですけどこの人ねあまりにも非常識なことをしてむちゃくちゃ炎上してるんですよで、えー、この人は 何回見ます社民党の党首ですよ。で、ね、この人のね、ちょっとマナー見てみようと思うんですけど、こんな感じで、ね、喧嘩をするところがあるんですけど、喧嘩ですね。えっ、ー、と、ちょっとね、あのー、言いづらいことなんですけど、元光、あのー、この年まで、なんとあんまり不幸にあってないんですよ。 ちょっとびっくり、まあ、びっくりというか、本当幸せなことなんだと思うんですけど、あんまりないんで、もしね、元光が言ってること間違ってたら、指摘お願いします。うん、こういった場にね、えー、会うことがなく、まあ、本当、良い,いことなんですけどね。はい。で、えー、ちょっと見ていこうと思うんですけど、まあ、献花でね、えー、お花を添えるという感じなんですけど、まあ、ここ立っておきます。で、こっち向けるんですよね。こっち向けておくんですよ。 で、えー、終わりということで、えー、ちょっと待てよ。お前、喧嘩の仕方知らねえのかっていう話なんですよね。皆さん、鼻ちゃんとこっち側に向けてますよね。えー、茎が奥になるように向けてますよね。なのに、自分だけ反対に置いてるんですよ。あのー、一般的に喧嘩って手前側に鼻が来るはずなんですよね。 なのに、えー、この福島さん、反対方向に置いてるんですよ。まあ、いろいろ突っ込みどころいっぱいあるんですけど、そもそもね、なんでこんなリボンつけて、えー、可愛らしい感じで持ってきてんのそういうとこじゃないだろうって。感覚おかしいんじゃないのそして、みんなが手前側に花を向けて置いてるのに、この人なんで逆に置いたのほんとね、あのびっくりなんですよ。常識がないのかと。うん でね、しっかり写真撮ってるわけでしょこの名前がしっかり写るようになるんじゃないんですかね、話題として、ちゃんと私行きましたよって、式典に行きました、えー、追悼してきましたっていうのを言いたかっただけなんじゃないのこれ。ほんとね、あのー、やってることがひどすぎるなと思って、常識はね、いや、これもう、党首がこんなことやったら、社民党なんてね、全く信頼できないですよね。 <laughs> まあ、もともとしてないですけど、ちょっとさすがにこれはね、ツイッターいいにしません。リツイートだけしとくんで、見てください、ぜひね。なんだこいつっていう感じなんですけど、こんな感じで言われてるんですよお。お里じゃどうか知らないが、喧嘩にこれはないだろうっていうことで画像を上げられてるんですよね。こんな感じで。もう明らかにおかしいんですよ。で、自分の名前を大きく書いてね、写真に写るぐらいの。もうありえないよ。で、まあ一応ね、文化として、 この向きに置くパターンもあるみたいなんですよ調べたらたらだ、基本的には、えー、空気読んでみんなと同じ方向にするみたいなんですよ。なんでこれあえて自分だけ、なんでこの目立ちたがろうとするわけうん。明らかにおかしいでしょ、紫のリボンつけてさ、お祝いなの、この人は。 もうマジでちょっとね、常識感がない、えー、福島投手なんですけど、これだけじゃ終わらないんですよね。ここ最近のあのニュースでね、スリランカの、えー、入管のね、えー、入管の使用、えー、してる時にお亡くなりになられた、えー、方がいましたよね。それの、えー、ウィーシュマさん、うん、のところに行った話があるんですよ。今日は 築地本願寺で開かれた上島さんを忍ぶ会に出席をしました。亡くなられて本当に残念です。妹さんたちの話、親友の話、さまざまな方の言葉に感銘を受けましたというふうに話してるんですけど、普通そんな場でこんなにパシャ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 写真を撮りますかちょっと画面がね、えー、ボケてますけど、こんな感じでね。写真撮ります記念写真じゃん、これ。何しに行ってんの、マジで。 ほんとね、常識の感覚なさすぎでしょえ。びっくりなんですよ。私行ってきましたっていうのが主張したいだけじゃん、こんなん本ほんと、なんかダサいとかじゃないですよね。そういうレベルじゃなくて。<laughs> あの、一般にこんな人がいたとしても、ちょっとね、あの、なんか嫌がられるような行為だと思うのに、<laughs> 当主ですよ。 政党の党の首ですよあ,ありえないだろうもうちょっと少しでもね、マナーというか、な、何から勉強すべきなんだ、この人の場合。ちょっと何か分かんないですけど、まあとりあえずね、リツイートだけでして、まあいいね、ほんとしません。見てください、もう。意味が分かんないから。 はいということでね、社民党のとこ氏がもう気候に走ってるという話でした。で、余談パート2があるんですけど、こちらね、ちょっと伊勢名さんの話になるんですね。こちら。伊勢名さんの過去のブログ、また新しいのがね、えー、掘り起こされてるんですけど、青少業っということで、タイトルが、えー、最近読んでいる連載漫画があるのですと、えー。でね、その表紙がグラビアなの。なんで水着の女性なのって。 私はさくらももこが読みたいだけなのにグラビアを手にしなければいけない確かに電車で漫画読んでいる人たちの表紙もグラビアが多いスポンサー集めのためなのか一人でも多くの人の目に留まるためなのか真相はよくわからないけど中身とほとんど関係ないじゃんとても嫌ですでもそれが普通なのですむちゃむちゃここにねあのイラだってブログを上げてるわけなんですけどそもそもなんで立ち読みしてんの て、うん、てか書か書ななくていいじゃんなんで立ち読みをこうあえて強調するような書き方してんだよ。なんかね感覚ずれまくってるでしょ。うん、いや買って読んでるとか購、うん、読してますとかだったら分かるんですけど読んでいるかっこ立ち読みしているって主張してまでおかしいことやってるんですよ。うん なんかね、もうこの人のね、感覚ってマジでぶっ飛んでるんで、何、何が言いたいのかもさっぱりわかんないんですよね。でまあ言う,言うたびにね、言葉変わってるんで、まあとりあえずね、これもリツイートだけしておきます。いいにしたくないよ、ほんと。でえ、まあ、なんでタイトル正商業なんだろうね。ちょっと違うと思いますけど。はい、ということで、まあとにかく、えー、本題に移っていこうかなと思います。うん。まあ、このね、えー、方が上げてくれてる画像。 にえー、こんな感じで四、ね、葉のクローバーバ何回もね、四つ葉のクローバーシリーズね、元と動画で紹介してるんですけど、いずれなつこさんのコラムですね、オリパラより保証をという話です。まあ、ちょっと縦読みなんで読みづらいですけど、アップできるのかなこんな感じでちょっと読んでいこうと思います。はいえー、何をしねばいいのかわからず落ち込む夏です、えー。過去最多の更新が続く新型コロナの感染者数。 政府からは、肥料が逼迫しているので、不要不急の外出は控えてと呼びかけられます。子どもの幼稚園のお泊り保育はなくなり、えー、キャンプ、合宿もキャンセルしました、旅行は行けないので、せめて近場で楽しいことをしたいと、ディズニーリゾートのチケットを買いましたが、おえー、なんかこの間まで、ね、あの感染が怖くて、えー、もう外出歩けないよっていう話をしてたんですけどね。うん でチケットを買いましたが人が集まる場所は避けた方がいいと思い直しあやっぱ思い直したんだ思い直し延期に、えー、でディズニーは開いているし子ども向けのイベントもあちらこちらで開かれていて感染対策に、えーしたですね、基づいているとは思うのですが不要不急は控えるようにと言われるとキャンセルをせざるを得ませんまあまあまあ普通だねでオリンピックは開催され各国の衣装を身にまとう選手たちをテレビで楽しんだ のと同時に無観客とはいえこんなにもたくさんの外国人が入国しているという現実に感染拡大がさらに不安になりましたいやまああの本、ー、当ね社民党のねあ大椿さんとかもねなんかオリンピックの裏でねそういうね 話をずっと演説してるわけなんですけど、まあ、おなんかいろいろ演説してることそのものもね、感染拡大につながる行為なんじゃないのかなと思いますけどね、人を集めてやってることというね、意見とかもあります、うん。で、なんか全部が全部ね、なんかオリンピックのせいにするわけですよ、こういうところはね。た、う、ぶん多分ね、まあ、元光もいろいろ思うところあるんですけど、五輪に関してはね。 ただ、まあ、五輪だけのせいってわけではないと思いますけどね、今、このか,、ね、かなり爆発的に増えているのは、えー。菅総理大臣はワクチン接種が進んでいると言います。えー、ち,ょっとちょっとこっちまで行かないといけない。が、えー、私の周りには受けられていない人がたくさんいます。政府の言うことを疑いたくはないのに、昨年のアベノマスクに始まり、オリンピックへの対応、ワクチンの供給など。 えー、一貫性のない政策何が真実なのかもしかしてデマなのか考えても考えても不安は拭えずえなんか気づいた人なのかこの人は <laughs> 疲れ、えー、疑問と怒りが湧きます <laughs> すぐ怒るねこの人で、えー、と感染したら適切な医療が受けられないかもしれず保証もないので何事も自己責任と言われてる気がします 生きていくのが辛いですと、まあある程度は自己責任もありますよ。もちろんね、国のね、えー、保証もありますけど。うん、で、えー、でも辛いと言えるだけマシで、本当に辛い人は弱音すら。 はけないかもしれません確かな情報と保証が欲しいのです。オリパラばかりが目につきますが、私たちの生活そのものを大事にして欲しいです。自分が国民として大切にされているのを感じながら、安心できる毎日を送りたいです。ということで、オリパラに金使うぐらいだったら、私たちに保証にね、お金使えよっていうようなね、こんなコラムを書いてるわけですよ。いや、ただね、あのー、まあ、ここら辺だったらわかるよ。えっ、ー、とね、 もう弱音すら吐けないような本当に今困ってる人だし、お金なくて、もう生活すらもカツカツな状態の人たちもいっぱいいるわけじゃないですか。まあそういったところへの保証を、えー、声上げるんだったら、まあまあまあわかりますわ。なんかね、私たち私たちっていうのがね、出てくるんですよね。で、えー、この人、冒頭にも書いてるんですけど、ディスに行こうとするぐらい余裕がある人なんですよ。うん。全然余裕あるよ。正直ね。 まあ金銭的な感覚で言えば、あのー、今までも、その、毎年旅行行ってたりだとか、普通考えれないぐらい、うん、障害のお持ちの方って、もっと大変な思いしてる人もいっぱいいると思うんですよね。そんな中、なんか自由に動けて、で、まだまだ私には保証が足りないみたいな言い分で話してくるでしょ。うん、これ以上何、何え安心してディズニーランドに行けるような保証をちゃんと作ってくれよって言ってるんですか いや虫がいいというか、たりき本願もいいとこですよね。いやそのまあ国からの保障を常にあのー、求めるんであれば、それなりにその国に貢献する周りの人、社会に貢献しようっていう気持ちが必要だと思うんですよ。うん。あ別にねそれがねあのー、いい分になしないといけないとか、えー、貢献した分だけ保証がもらえるよとかそういうわけではなく、そういう気持ちが必要だと思うんですよね。うん。 保証を受け取ろうと思うんだったらその分自分が何,何かしてあげようっていう何もしてないじゃんこの人、うん、もうむしろ前の社会の邪魔ばかりしてるんですよねそういった人に保証保証って言われても何言ってるかさっぱり分かんないですよね、まあ、この記事をあの引用してくれてるこの方も、えー、社民党常任幹事伊是名夏子氏の生活は年金に手帳や 手当と働かなくても入ってきてたくさんの税金を使って生きてますやんでその税金でこのご時世にディズニーに行こうとする人に保証どこまで食いつぶしたいのかなとほんとそうなんですよねどの口が言ってんの、うん、いやマジでねどうやったらここまで自己中心的な発言になってくるのかが全くわかんないですねはい まあこれに関しては、ちょっといいねもしておきます。はい。この方のね、ツイートなんで。はい。ということで、まあ、今回ね、伊勢名さんの、また自己中的な発言、出てきたよっていう話なんですけどね。まあ、今回のお話、えー、社民党も含め、まあ、予断も含めたら、もう <laughs>、社民党のむちゃくちゃぶりが見えますよね。で、なんやかんやオリンピックは楽しんでるんでしょ謎なんですよ。この人たち、言ってることが。うん。 はいまあ、こんなんで一生支持率上がらないんじゃないですかね。あと、まあ、別件なんですけど今、社民党って、まあちょっとね、ソース今回出さない今思いついたんで、あのー、話するんですけど伊勢名さんについて、まあ、JR 乗車拒否騒動の話ですけど伊是名さんに連帯しますっていうタグを、えー、が、まあ、広まっててそれをね社民党のなんかコメントかなんかでですねそのタグを見るたんび私たち すごく、あのー、気持ちがね、えー、うれしくなりますみたいなことを書いてたんですよ。でそれを見て逆に、えー、その支持者の人たちが「いやそれはおかしい」って言って「支持やめます」って言ってるんですよ。 うん、もうめちゃめちゃ説明が悪い元光の、えー、説明だったんで、うん、何かあればまた今度喋りますすいませんはいということでね、まあ、今回の動画は以上です元光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします皆さんのご意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思いますはいご本日もご視聴ありがとうございました